あのさ、ロビンっていう歌手知ってる？はい、三本塾。ジャス、三本塾のアッキーです。今回は N3 の文法、というを勉強していきましょう。では、まず形を確認していきましょう。この文法、というは名詞と一緒に使います。名詞を2つ使って、なんとかというなんとかの形で使います。というは他にもていうとかての形もあります。では例文を見ていきましょう。先輩に言います。小山田さん、サンボという居酒屋知ってますか？ああ、駅前の？あ、はい。行ったことありますか？サンボという居酒屋知ってますか？この文法、というは名前を言う文法です。名前の文法です。なので、サンボという居酒屋は名前がサンボの居酒屋ということです。こうやって名前を言いたいときにこのというを使ってください。例えば、こういう時に、サンボ知ってますか？と言うと、サンボ？人？食べ物？お店？場所？ちょっとわかりにくいですね。これをわかりやすくするために、サンボという居酒屋と言うと、ああ、それは居酒屋ですね。とわかりやすいですね。こういう時にとても便利な文法です。名前を言いたい時にこの文法を使ってください。では次の例文に行きましょう。友達に言います。あのさ、朝倉杏奈っていう俳優知ってる？あ、知ってる。ドラマで見たことある。朝倉杏奈っていう俳優知ってる？というは他にもていうとかての形もあります。朝倉杏奈という俳優。朝倉杏奈っていう俳優。朝倉杏奈って俳優。普通の会話の中でよく使われるのはていうです。ていうをよく使います。そしてもっと丁寧に話したいときはというを使ってください。逆にもっとカジュアルに話したいときはてを使っても大丈夫です。では次の例文に行きましょう。友達に言います。インドネシアでどこ行ったの？ブキティンギっていう名前のとこ。ブキティンギっていう名前のとこ。この文法は、この名前の形で使うこともあります。例えば、ブキティンギっていうとこは、ブキティンギっていう名前のとこでもいいです。朝倉杏奈っていう俳優は、朝倉杏奈っていう名前の俳優でも大丈夫です。この文法、というの後に、名前のを言うこともよくあります。では最後にいくつかポイントを確認しましょう。まずこの文法はフォーマル、カジュアル、どちらでも大丈夫です。とてもよく使う便利な文法です。ていうをよく使いますが、特に丁寧に話すときはというを使ってください。反対に、とてもカジュアルに話すときは、てでも大丈夫です。そして二つ目。この文法は、んの発音の後に、ていうやてを使うときは、んての発音になります。んてじゃなくて、んてということが多いです。例えば、日本という国は、日本っていう国ではなくて、日本っていう国ということが多いです。他にも、なんていうお店じゃなくて、なんていうお店と言います。んっては少し言いにくいので、んてと言いましょう。はい、今回のレッスンは以上です。三本塾っていう日本語を勉強する YouTube のチャンネルがあるよと友達に教えてあげましょう。このビデオが面白かった、役に立ったと思ったら LIKE、コメント、シェア、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。さあ、今度牛久っていうとこ行くんだけど、知ってる？うん、知ってる。あ、本当に？なんか牛久大仏っていう仏像があるんでしょ？あ、そうそう。僕も前にそれ見に行って、すごい良かったよ。あ、そうなんだ。俺も今度それ見に行こうと思ってて。あ、そうなんだ。あれ、思ってるよりでかいよ。へえ、そんなにでかいの？うん、大仏なんだけど、中も入れるし。あ、中入れるんだ。中どうなってんの？いや、中どうなってたかな？忘れちゃったな。結構前だからな。さ、浅草のポンっていう飲み屋知ってる？うん、知らない。最近インスタでゆりかって人よく見てて、その人が紹介してたんだけど、マグロ食べ放題らしいんだよね。そうなんだ。それでいくら？1500円。マジで？いいじゃん。明日行く？あり。先輩、この太郎っていうソフト何ですか？ああ、それはいろんなファイルを整理してくれるソフト。あ、そうなんですか。もうちょっと仕事が増えて、ファイルの量が多くなってきたら便利だから、また後で使い方教えるね。あ、ありがとうございます。そういえばさっき、塩塚さんって人が来てたんですけど、あの人誰ですか？あの人は羊っていう会社の社長さん。社長なんですか？まだ若そうでしたけど。ああ、そうそう。まだ20代なんだよね。へえ、そうなんですか。すごいですね。